同業者から聞いた話。私は卒業以来25年近くにわたり葬儀に関わる仕事をしてきました。今もまだ現役で働いています。今までお会いした数だけで言えば優に1000を超えるご遺体と接してきました。しかしそんな中にあって心霊体験と呼べるような経験をしたことは一度もありません。ですから私自身個人的には霊や死後の世界の存在などについてはあまり信じていません。しかし職業柄同じような境遇の人間は周りにいくらでもいるわけで、そういう人の中には不思議な体験をした方は割といるようです。この話をしてくれたのはフリーで葬儀の仕事を請け負っている女性で、いろいろな葬儀社からの依頼で現場の作業やご遺族の対応をする、そんな仕事をしている方でした。この方もまた別の人から聞いた話ということでしたが、それは怖いというよりも少し物悲しく感じる、そんな話でした。某市にある遊祭場という火葬場に葬儀式場が併設されている市営のその施設は、業界の中でも出ると有名な祭場です。その祭場には3つの式場があり、各式場にはそれぞれ食事をするための控え室が圧待されていました。焼香が終わればすぐにお清めの席に着くことができるよう、式場のすぐ近くに控え室がありました。しかし第二式場の控え室だけはなぜかかなりの距離を歩かなければたどり着けない場所に用意されています。この第二式場のすぐ近くには階段があり、それを登れば上がってすぐのところに同じような大きな部屋があるのですが、なぜかこの部屋を控え室として使用することは決してありません。それどころかこの2階にある控え室はすべての襖が固く閉ざされており、しかもその一枚一枚が L 字型をした金具で上部と下部の2箇所を柱に固定された上、さらにその金具の上前までかけるという念の入りようで徹底して開けられないようになっています。確実に出るので誰かが間違えて開けたりしないように封印したとのことでした。私にこの話をしてくれた怖いもの知らずの女性は、わずかに開いた隙間から中を覗いたことがあるそうですが、真っ暗で何も見えなかったそうです。第二式場で葬儀のお勤めをするお坊さんの待機室はこの開かずの間の奥にあり、お坊さんにお茶などを持っていくときには左手にこの締め切られた襖を見ながら歩くことになります。長い廊下の左側はずーっと奥まで2つずつ錠前をかけられた襖が続く、それはそれは異様な光景だそうです。ある葬儀社の女性で鉄の女とあだなされ、多くの男性スタッフからも恐れられている方がいるそうなのですが、この誰よりも強く怖い女性職員も遊祭場の2階だけはどうしても一人では上がれないと言っているそうです。
前置きが長くなってしまいましたが、そんないわくつきの遊祭場で、ある日とんでもない事件が起こりました。これは日中、祭場のスタッフのみならず、たまたま居合わせた葬儀に参列していた一般の方も含めて、大勢の人たちが目撃したことだそうです。この祭場には、仮装をするための建物と式場を結ぶピロティがあり、その部分だけは表と中を隔てる壁が全面ガラス張りになっているのですが、その表側、雨よけの屋根がついているところで、3歳か4歳くらいの男の子が大騒ぎしていたそうです。その男の子は、大勢いる人たちの中を叫びながら走り回っています。それこそ、大人たちの腕を取り、必死の形相で、ここどこ、ここどこ、と叫んで回っています。周囲の大人たちは戸惑い、お葬式に必ず一人はいる、おせっかいなおばさん的な人が、ちょっと、この子どこの子？と、大きな声で斎場のスタッフを呼び、職員の人たちも、僕どうしたの？お父さんとお母さんは？などと声をかけ、なんとかなだめようとしたのですが、男の子は一切聞く耳を持たず、ただ、ここどこ、ここどこと、パニックを起こしたように繰り返し叫び続けています。そうやって大騒ぎをしながら、ガラス張りの壁に近づいた瞬間、男の子の姿は、ガラスの前でパッと、一瞬にして消えてしまったそうです。その場にいた全員が目撃していた事件として、一部ではかなり有名な話のようです。気がついたら見知らぬ斎場で、両親の姿もなく、パニックになった男の子の霊だろうか、という、この話をしてくれた女性の見解に、なんだかとても悲しい思いがしました。しかし一緒に聞いていた同僚に言わせると、それはうっかり時空の壁を越えて、パラレルワールドに入り込んでしまったのではないか、と言っていました。その考察も、その時の情景を思うと、なんとなく納得がいってしまいました。いずれにしても、怖い話であることに変わりはありません。この話は、小学生の頃から体験していたことが、家を出て初めて気づいたお話になります。私は小学校に上がる前に、九段の家に引っ越してきました。ある不思議なことに最初に気づいたのは、引っ越してすぐだと思います。私には双子の兄がおります。引っ越してすぐから中学生になるまで一緒の部屋で過ごしておりました。私は子供の頃から眠りが浅く、少しの物音でも起きてしまう体質でした。その日はいつものように眠る時間になり、両親におやすみなさいをして、
2階の自室へ兄と向かい、布団に並んで入り、うとうとしながらいつの間にか寝ていると、なぜか目が覚めて、遠くの方で小さく、どんどんと、太鼓の音のようなものを聞きました。ですが、眠さに負けて、次の日には忘れていました。ですが、次の日も次の日も聞こえてくるのです。1週間も経てば、その時間で嫌でも起きてしまうようになりました。意識がはっきりしたとき、初めてその太鼓の音が怖くなりました。なぜなら遠くの方で聞こえていた太鼓の音が、どんどんどんどこ、どんどこどどん、どどどん、どーんどーんと、徐々に音が大きくなり、私の体の真上を轟音と共に過ぎていくのです。私は次の日、双子の兄に太鼓の話をしました。するとなんと、兄も私と同じ体験をしていたのです。兄も聞いていたのだと少し安心しましたが、兄は私と違って寝つきがいいので、時々しか聞いていなかったようでした。ある時、また同じ時間に、太鼓の音が近づいてきた時、何かいつもと違いました。太鼓の音がいつもの倍以上大きいのです。私は兄の方を向くと、なんと私の枕に、白い手首から上だけの手が置いてあったのです。私は兄を揺さぶり起こし、兄も太鼓の轟音に気づいて、二人で絶叫して階段を駆け下りて両親に泣きつきましたが、私の両親は真面目で厳しく、全く話を聞いてくれませんでした。それから何度か両親に助けを求めましたが、一度も取り合ってくれません。私たちは毎日耐えるしかなかったのです。時が過ぎ、私が小学校3年の時、学芸会でカルメン前奏曲という曲を合奏しました。学芸会が終わった後、兄は友達の家にお泊まりに行き、私一人で寝ることになりました。私はまだ太鼓の音に悩まされておりましたので、太鼓の音がカルメン前奏曲だったらいいのにな、と思いました。その夜、いつもの時間になると、ふと目覚めて、ああ、またこの時間かと待ち構えていました。すると、いつもの太鼓の音ではなく、なんとカルメン前奏曲が大音量で流れたのです。私は嬉しくなって、もう全然怖くない。これなら毎日聞いてもいいな、と思いました。そしてこれが、私が聞いた最後の日でした。どういうわけか、それから兄も、太鼓の音が聞こえなくなったのです。月日が流れ、中学3年生になった時です。私はふと気づきました。
夜10時になると、なぜか不安になり、なぜか毎日水を飲みに1階に降りていたのです。不安というのは、部屋のどこにいても大勢の気配が近づいてくる感覚です。部屋中の静電気がざわざわと私の肌に触れるような、風もないのに大きな風が遠くから近づいてくる感覚。私は無意識のうちに毎日特定の時間に部屋にいなかったのです。そのまま高校を卒業し、私と双子の兄は家から出ました。5年ほど経って、両親も私の職場近くに引っ越してきました。同じ地区に住んでいた一番上の兄が遊びに来た時、ふと私は太鼓の音を思い出しました。あまり鮮明に覚えていなかったので、両親と兄に太鼓の話をすると、一番上の兄が、そういえば太鼓の音がうるさいって泣いてたなぁとつぶやきました。私はその時初めて、太鼓の音と水を飲んでいた習慣が一つにつながりました。太鼓の音と水を飲んでいた時間が同じだったのです。音は聞こえなくなっていましたが、目に見えない大きな気配が毎日通っていたのです。きっとこれがいわゆる霊道というものだったのでしょうね。皆さんも、いつも続いている何気ない習慣に目を向けてみてください。いつも避けてしまう道路や、時計を見たらいつも同じ時間。きっと何か、真実が隠れていますよ。大人が作る理解不能なルールの意味を理解した時の話です。小学6年生の修学旅行の時、良い写真を撮るために、私は写真を撮る練習をしていました。たくさん写真を残して友達に配ろうとワクワクしていた矢先、先生から想像もしないルールを一方的に伝えられたのです。カメラ等の貴重品の所持禁止。私はかなりショックを受けました。全く理解できない。宿泊研修ではカメラを持って行ったのに、なぜ修学旅行ではカメラ禁止なのか、納得できずに、私はこっそりカメラを持っていくことにしました。自由行動以外は撮影できなかったため、私はホテルで友達の写真をたくさん撮りました。先生からは、私たちの宿泊しているフロアは、全部屋学校の生徒で埋まっていると聞いていましたので、私はこっそりカメラを持って廊下に出ました。私たちの部屋は角部屋でしたが、廊下はその先も曲がり角に続いており、私はその先に行ってみようと思いました。部屋から足を踏み出したと同時に、小さな男の子が走ってきて私の目の前を通り過ぎ、廊下の先の曲がり角を曲がっていきました。私はふと、先生のこのフロアには学校関係者しかいないという言葉を思い出し、
昔から謎の正義感があった私は、入り口から部屋にいた友人たちに、子供がいる。もしかしたら迷子かも。一緒に来てと言い、友人と曲がり角の奥に走りました。ですが、子供はもういませんでした。子供なんていないじゃんと友人に言われ、私は周辺を見回しました。すると、非常階段のドアが一つありました。ここからどこかに行ったんだろうねと、私は非常階段のドアノブを回しました。あれ、開かない。ドアは開きません。あ、と友人が小さく叫びました。ここ、倉庫って書いてあるよ。私と友人は顔を見合わせると、部屋へ一目散に逃げ帰りました。修学旅行が終わり、子供のことなど忘れていましたが、写真を現像し、思い出してしまいました。ホテルの部屋で撮影した写真のほとんどが、不気味な写真だったのです。両手をパーにしている私の左手が、右手に比べて2倍ほどのかなりの大きさになっている。友人の顔もぼやけるほどの写真いっぱいに写るオーブ。クローゼットを背にし、荷物を入れようとする友人に伸びる、長い長い真っ白な腕。朝、カーテンを開けた近くにある机に反射して写る。服の柄まではっきり映る人影。そして、どこかに消えてしまった小さな男の子。先生が作った、納得できないカメラ禁止のルールの意味を、私は初めて理解したのでした。カウンター越しに接客を行っていた頃の話です。その職場はビルの中の一角にある店舗で、目の前の通路はうちの店に用がないお客様も多数通ります。時々そんなお客様がふと立ち止まって、パンフレットなどを見たり、質問をしてくることもあるので、目の前を人が通ると、私たち従業員は必ず、いらっしゃいませ、おはようございますなど、声をかけるようにしていました。ある時から、奇妙なお客様が通るようになりました。背が高く、色白で太っており、顔つきはやたらと子供っぽい、おそらく20代後半くらいの男性でした。黒のスラックスにカッターシャツ。彼はコミュニティバスの運転手さんでした。うちのビルはバスの終着点になっており、朝と昼、駐車場で時間調整のため止まっているバスの中で、掃除をしたり運転席に座っているのを見かけました。なぜ奇妙だと思ったかというと、まず彼は絶対に私たちと会話しません。なのに、少し離れたところからこちらをじっと見ていたり、店舗前を通り過ぎるときに
不自然にゆっくり歩いて横目でこちらを眺めていたり、聞こえるように独り言を言ったりするのです。独り言の内容は、従業員がヘアスタイルを変えた日には髪切ったんだ、ディスプレイを変えた日には、あ、変わってる、など明らかにうちの店舗や従業員についてなんです。なのでこちらも挨拶をしたり話しかけたりするのですが、そうすると必ず足早に歩き去ってしまい、うちのカウンターを通り過ぎたあたりでまた立ち止まっていたりするのです。とりあえずさ、うちの商品進めてみようと思う。せっかく頻繁にうちの前を通るんだし、うまくいけば買ってくれるかもしれないし。みんなが順番に声をかけていって、その反応を見れば誰のことが気になってるかわかるかもしれないよ。と言って、とりあえず今日はまず私からね。しばらくしてやってきたそのお客様に声をかけました。おはようございます。ただいまこちらキャンペーン中で、アンケートにお答えいただくだけでプレゼントを差し上げております。お時間あればいかがですか？私たちは目の端で二人に注目していました。いいです。彼は小さく消え入りそうな声でそう言うと、足早に去っていきました。短くはありましたが、それが我々と彼の初めての会話でした。少なくとも、どうやら私は外れみたいね。と、Kさんが笑いました。うちは女性ばかりの職場で、かなり綺麗な人や可愛い子もいたので、まあその中の誰かなんじゃないかという話になりましたが、それ以降、自分も彼に話しかけてみるという従業員はおらず、Kさんの検証は中途半端なままになってしまいました。しばらくして、ふと気づきました。あのお客様が、最近うちの店舗前であまり立ち止まらなくなっていたのです。正確には、Kさんがカウンターにいる時間は、通路をゆっくり歩くことも、独り言を言うこともなく通り過ぎていきます。そのことを他の従業員に言うと、そういえばそうだよね、よっぽど嫌だったのか、それとももしかすると大当たりだったりしてね。彼の思い人が Kさんだったんじゃないかというのです。どっちもありうるなという話になりました。そんなある日、私はカウンターの下のパンフレットの束を引っ張り出し、整理する作業をしていました。カウンター後方のデスクでは、Kさんが事務仕事をしていました。とてもお客様の少ない日で、通路には人影がなく、しんとしていたのを覚えています。他の従業員は昼休憩中で、
店舗内にいるのは私と K さん二人だけでした。その時、しゃがんでいる位置からあのお客様が前を通るのが見えました。目線を追おうと横目で K さんを見ながら足早に通り過ぎていきます。 K さんは電話をしていたため気づかないようでした。足音が通路に響いてやがて消えました。私は K さんに話しかけようと立ち上がろうとして、そこでローカウンター越しにこちらを見ている彼と顔を突き合わせました。いつもの彼の顔でした。色白でぼんやりとしていて、少し口が開いていて、鼻の下と顎のところに少しだけひげの剃り残しがありました。そして、目は K さんのことをじっと見ていました。私は驚いて声も出せず、ゆっくりと立ち上がり、そして気がつきました。彼の体がおかしかったんです。小学校低学年くらいの子供の体に大人の彼の顔が乗っていました。すごくアンバランスでした。だからローカウンター越しに中腰の私と同じ位置に顔があったのかと、どこか冷静に頭の隅で考えました。多分びっくりしすぎたんだと思うのですが、私は後ろの棚にぶつかりました。載せていたパンフレットが散らばりました。あっと思って一瞬そちらに目をやり、また顔を上げると、もう彼の姿は見えなくなっていました。いやいやいや、待て待て。と、独り言をつぶやきながら急いで通路に飛び出しましたが、誰もいませんでした。足音も聞こえませんでした。走って外に出ると、駐車場の隅に彼のバスが止まっていて、中に彼がいるのが確認できました。その時のことを思い出しながらこれを書いています。あの時、私が怖かったのは、彼のアンバランスな体と、そして彼の目です。ぼんやりとしていたけど、そこには明らかに K さんへの執着がありました。好意なのか悪意なのか、判断はつきませんでしたが。なぜ彼は子供の姿をしていたのか、なぜ K さんを見ていたのか、何もわからなくて。だからこそとても不気味に思えて、忘れられない体験です。その後、彼は職務態度やお客様からの評判が悪かったせいで、担当の路線を変えられてしまい、私の職場には来なくなったので、みんな、なんとなくほっとしていました。これは私が小学校4年生くらいの時、
実際に体験した話です。私は小さい頃から目が悪く、眼科に通院していました。当時私が通っていたのは、家から車で1時間弱かかる赤十字病院の眼科でした。その頃病院は新しい病棟に建て替えるとかで改修工事中で、新しい病棟は半分くらい出来上がり、新しい病棟に移っている診療科もありましたが、私が通っていた眼科は古い病棟の方でした。眼科はかなり奥の方にあり、いくつかの非常扉をくぐらなくてはなりませんでした。いくつかの非常扉を抜けて、眼科の待合室の近くには階段がありました。その階段には上に行く階段と下に行く階段がありました。普通なら上下に行く階段があるのは不思議でも何でもないのですが、眼科は病院の1階にありました。病院なら地下に売店や食事処があるのは普通だと思いますが、眼科は先にも言った通りかなり奥の方にあり、新しい方の病棟に移転していたので、私は眼科の待合室近くに階段があるのが不思議でなりませんでした。小学校4年生くらいの時、私は母親がお手伝いに行っている隙に、その階段に行ってみることにしました。お医者さんや看護師さんがいない隙に階段に行き、まず上に行く階段を誰もいないことを確認し、下に行く階段を見ました。すると、下に行く階段の踊り場に花柄の赤い着物を着た5、6歳くらいでおかっぱの女の子が私に向かっておいでおいでと手招きしていたのです。私は迷いました。結局好奇心には勝てず、私は階段を降り始めました。すると、女の子も私が下に降りるのに合わせるように、下に下に下がっていったのです。私が踊り場に着くと、女の子は完全に下に降りて、また私に手招きをしていました。私はここまで来たら、下まで行ってみてしまえと思い、下まで降りました。そこは真っ暗な空間でした。女の子はその真っ暗な空間の先で、手招きしていたのです。私は怖くなり、周りに何かないかと見回したら、階段の非常灯がギリギリ届くところに、立ち入り禁止の立て札が立っているのを見つけ、慌てて引き返しました。もしその立て札に気づかず、女の子について行ったらどうなっていたのだろうと、時々思います。オチも何もありませんが、私が体験した病院の不思議な話です。ちなみに現在は、完全にその病院は改修工事も終わり、すべての診療科が移っていて、古い病棟は取り壊されたはずです。あの地下がどうなったのか、私にはわからないです。本当に
落ちもなくてすみません。以上が私の体験した不思議な話です。これは私の両親が体験した話です。私の母はかなり霊感が強く、幼い頃から数多くの心霊体験をしてきたと聞きます。その体験した中で一番怖かったというか、経験した心霊体験の中で一番死を覚悟したという話です。以後、母のことを私、父のことを H と表記します。私がまだ H と付き合いたての頃、冒険の山道を車で走行していた時の話です。私たちはかなりのアウトドア派で、サーフィンやキャンプなど、二人で車を出しては旅を楽しんでいました。関西に住んでいた私たちは、四国や九州まで、車にテントとサーフボードなどを積んで、夜道で車を飛ばすことが多かったのです。その当時、高速道路がお盆の帰省ラッシュでかなり混んでいて、下道を行き、山道を経由して家に帰るという計画でした。特に H は周辺の地理に詳しく、山道走行もお手の物で、安心して帰れる予定でした。ある山の中を走行中、私はいつもながら助手席で寝ていましたが、なんだか嫌な感じがして起きてしまいました。霊感あるあるというのかわかりませんが、いわゆるこの辺なんか出そうみたいなのを感じ取ったのです。H は私が霊感が強いのを知っていたので、なんか気持ち悪いから気をつけて走ってねと、H に注意しました。嫌な予感はするが、特に何もないまま山を走行するうちに、強い霊気を感じる場所は過ぎたように感じました。私は一息つき H に、なんか過ぎたみたい。だいぶ楽になった。と告げて、H が、それはよかった。一応車に塩を積んどるから、使いな。と、冗談交じりで会話が進んだ矢先でした。私は急に悪感を感じ、身を固くしてしまったのです。何かが追ってきている。とっさに感じました。その何かというのは、みんなが想像する、いわゆる人の形の幽霊というより、巨大な負の感情の塊、という方が正しいのかもしれません。あえて形を想像させるなら、もののけ姫に出てくるたたり神。あのどす黒くてうねうねした巨大な塊、何十何百という悪い霊がくっついて、大きく膨れ上がった怨念とでも言うものだろうか。その怨念たちが私たちを追ってきている。それも、車の速さに追いつかんとばかりに、それを感じ取った瞬間、私は、飛ばしたと、H に告げました。H は、やばいとのんきに言うが、
それどころない、死ぬ。と、顔面蒼白の私を見て、やっと状況を理解したのか山道をかっ飛ばすエイジ。少しでもあの塊に飲み込まれるものなら、幸せという感情をすべて失いそうという恐怖と、その呪いか何かによって殺されるという死の圧が私たちを襲い続けました。山道で車を飛ばしたのか、かなりの揺れの中、私たちは麓まで降りることができ、その塊からも逃れることができました。後で調べたことなのですが、昔あの山には、結核の患者を収監する病棟があったらしいのです。その当時結核は不治の病とされ、苦しみながら死を待つだけの患者が、数多くその施設に寝かされていたというのです。その者たちの生への執着心というか、生きている私たちへの無差別な攻撃心、嫉妬心などがあんな形になって現れたのだと思います。最後に、これは当時 H には言っていませんでしたが、車の後ろのバンパーや後輪のホイールが、明らかに人の力ではつかないであろう力で、大きく歪んでいました。山道でのあれらの揺れは、単なる悪走行による揺れではなかったみたいなのです。以上が、私の両親が体験した話でした。母曰く、目に見えるだけで何もしない霊はまし、だそうです。俺が空を見上げたとき、それを見つけた。四角い白いタコが空を舞っていた。正月でもないのにタコが上がっている。最近では正月でもタコをあげている子供を見ることはまずなくなった。俺はそのタコを珍しいものでも見るように目が離せなくなっていた。ゆらゆら、ふわふわ。何かが変だと俺は思った。そして何が変なのかに気がついた。それは糸で操られている風でもなく、ただただまるで生き物のように空を漂っていたのだ。タコじゃない。俺はそう思って怖くなり逃げようとしたが、体が動かない。いや、それから目が全く離せない。こっちに来るぞ。みんな逃げて。俺の後ろから数人の驚愕する声が聞こえてきた。後ろの人々の逃げ惑う音がする。だが、俺だけが動けない。なぜならその四角く白い何かには、顔があり、俺だけを見ていたからだ。ニヤニヤとした表情で俺を凝視している。
知らない一人の女が俺の前に回ってきて、俺の胴体にタックルするように後ろに押した。体の力が抜けていたのか、それとも彼女の力が強かったのか。気がつけばその女の車に乗せられて走っていた。彼女は看護師だった。道理で動けないものを動かせる技能を持ち合わせているわけだ。あれから数年経った。あのタコのようなものはあれ以来見ていない。あのまま彼女に助けられなかったら俺はどうなっていたのだろうか。俺はそう彼女に聞いた。もう忘れなさい。またあれに出会っても何度でも助けてあげるから。妻はいつものように病院に出勤する準備をしながら笑った。私のいとこの春の話です。春はある日、お気に入りのポスターを部屋中に貼った。ところがその日から姉に、あなた獣臭い、と言われるようになった。自分ではわからないらしいけど、春の家は動物を飼っていないので、獣の匂いなんてするはずがないのだ。またある日、いつものように学校から帰ると、部屋に貼ったばかりのポスターがすべて剥がされていたらしい。なんで剥がしちゃうの？そう聞くとおばは、こう言った。絵や写真で部屋の紙面を塞いでしまうと、部屋に入った悪いものがどんどん溜まってしまうのよ。そういえば夜寝ている間に、耳元で、ガルルルル、という、獣のうなり声を聞いたような気がしたという。あのままだと春の首、もげちゃうところだったのよ。おばはそう言って笑ったという。私は話を聞きながら、春の首筋を見た。確かに今までに見たことのない傷がついていた。よかったね。私はそう言って笑った。仕事でのストレスで、胃痛が一番ひどい時期があったんだ。朝起きてまず、吐き気と痛みがあり、食事もうまく取れない。そんな時期が1ヶ月以上続いた。昔から胃が弱く、学生時代から胃痛には良くなっていたから、あまり深刻には考えていなかったのと、行く暇がなかったので病院には行っていなかった。
あと、正直めんどくさかった。近所にある病院って、評判の悪いところと、めちゃくちゃ評判のいいところの二択で、近所の人は漏れなく評判のいい方に行くから、2時間待ちとか普通だった。だから、なんかめんどくさかった。接客業で、当時は繁盛期な上に、上司である社員の尻拭いもしていたので、余計にストレスだった。でも、それが続くと、日常になって、慣れたつもりになるんだ。いつものように疲れ果てて就寝したある夜、夢を見た。昔ながらの日本家屋の縁側に立っていて、外は暗い。明るければ綺麗な庭なんだろうな、と思うくらいには整っていたように見えたかな。石灯籠もいくつか遠くにあって、火が灯ってた。私は珍しくて、キョロキョロしてた。旅行にでも行かないと、こういうのは見れないから。ふと、自分の正面に人が立っていることに気がついた。私は話しかけようとしたが、それと同時に何かが腹部を貫いた。ゆるゆると視線を下げると、刀が刺さっていた。痛みはないのに異物が自分の体を貫いているというのは、とてもリアリティがあり、金縛りになったかのように身動きが取れなくなった。後ろに下がることもしゃがむこともできず、視線をゆっくり上げてみると、背の高い和服の男性が刀を握ってる。表情はよく見えないが、とてつもなく怒っていることは分かった。刀が刺さっているということよりも、そっちの方が怖かった。その人は低い声で何かをつぶやいた後、刀を引き抜く。血とか内臓とか出てたらどうしようって思ったんだけど、そんなことはなかった。刺される前と見た目も変わらなかったので安心して、そこで目が覚めた。その夢を見た後、症状がさらに悪くなり、ようやく病院に行った。動けなくなるくらいには痛かったが、救急車を呼ぶと評判の悪い病院に搬送される。タクシー呼ぶより早いから歩いて頑張って行ったよ。点滴打って、胃カメラも飲んで、結果は胃潰瘍。少しのお休みをもらって薬も飲んで回復してきた頃、
問題の上司は退職。職場環境は一気に良くなった。上司の退職理由は、鬱の悪化らしい。あの夢とこれらが関係あるかわからないけど。悪いものを切ってくれたんだろうか、と、私は思ってる。